チェス、チェス、サトロン派、シャトランジは、二人で行うボードゲーム、マインドスポーツの一種である。先手、後手それぞれ6種類16個の駒を使って、敵のキングを追い詰めるゲームである。その文化的背景などから、チェスプレイヤーの間では、チェスはゲームであると同時に、スポーツでも、芸術でも、科学でもあるとされ、ゲームに勝つためにはこれらのセンスを総合する脳が、 必要であると言われている。欧米圏のみならず、全世界150カ国以上で楽しまれている。非常に古い歴史を持ち、現在でも様々な媒体を通して盛んである。カードゲームなども含めたゲーム全般においても、ブリッジと並んで最も多くプレイされている。ジスの起源には諸説があるが、一般的には古代インドの戦争ゲーム。 チャトランガが起源であると言われている。日本においては同じチャトランガ系統のゲームである。将棋の方が、チスよりもかに競技人口が多く、両者は基本的なルールが似ていることから、チェスは西洋将棋と訳されることもある。一方で、チスと将棋はチャトランガが異なるルートで東西に伝播しそれぞれ異なる辺を遂げたものであるとされ、番の広さや駒の性能、 取った駒の扱いに関するルールの違いなどから、両者は似て、非なるゲームであるとも評される。競技としてのチェスは、頭脳によるスポーツの代表格でもある。遊戯としての側面の他に、ディスフ加盟 i o c 承認スポーツであるなど、スポーツとしての側面も持つ。ゲーム理論では、二人例、和有限確定完全情報ゲームに分類される。 最低限必要なモノ公式戦などで必要になるもの。ジスの戦い方は戦略と戦術の二つの面で考えられることが多い。戦略、ストラテジーとは局面を正しく評価すること、長期的な視野に立って計画を立てて戦うことである。戦術、タクティクスとはより短期的な数手程度の作戦を示し、手筋などとも呼ばれる。戦略と戦術は 完全に切り離して考えられるものではない。多くの戦略的な目標は戦術によって達成されること、戦術的なチャンスはそれまでの戦略の結果として得られることが多いからである。ゲームの目的は相手のキングを詰めることである。したがって、まず有利な局面を作ることが目標とされる。局面の優劣を評価する上で重要な要素は駒を得すること、 マテリアルアドバンテージと、コマが良い位置を占めること、ポジショナルアドバンテージである。チェスにおいては、相手よりコマが多いか少ないかが重要な意味を持つ。コマの価値は一般に、P イコール1点、N イコール3点、B イコール3点強、R イコール5点、Q イコール9点とされ、合計点数が1点でも違うと、特に終盤では大きな差となる。 合計点数が多いことを、マテリアルアドバンテージ、マテリアルアドバンテージを持つという。ポーン、P を一個多く奪われることは、多くの場合勝敗に大きく影響する。終盤では、ポーンがクイーンになるプロモーションの争いとなることが多いからで、ある。このため、7段目に進んだポーンを3点に評価する考え方もある。またビショップは、盤上半数のマスには進めないため、 自分にだけ二つのビショップが揃っている場合は六点ではなく七点近くに評価する考え方もある。これをツービショップまたはビショップペアという。戦術は一手から数手程度で完結する短期的な戦い方の技術である。戦術では先を読むことが重要でコンピュータが得意とする分野である。戦術においてよく用いられる基本的な手段としてはフォーク、両取り、 ピン、ディスカバードアタック、スキュア、串刺し、ツークツワンクなどがある。戦術の中でも、駒の犠牲を払って優位な形や、チェックメイトを狙うものは、コンビネーションと呼ばれている。ジスの一局は、序盤、終盤、終盤の三つの局面に分けて考えられることが多い。序盤、オープニングは、多くの場合、開始10手から25手程度を指し、 対局者が戦いに備えて駒を展開する局面である。中盤、ミドルゲームは多くの駒が展開され、局面を優位にコントロールするために様々な戦術が用いられる。終盤、エンドゲームは大部分の駒が交換され、盤上からなくなった局面で、キングが戦いにおいて重要な役割を担う。チスの戦い方を表す格言として、序盤は本のように、 終盤は記述詩のように終盤は機械のようにさせという言葉がある。これは序盤をすでに確立された序盤定石に忠実に従うことを本、中盤以降は記憶に頼ることが難しくなるためそこで要求される巧みさや起点を記述に例えている。終盤の機械とは特に チェックを意識する最終盤における読みの深さ、ミスを犯さない冷静沈着な精神などを指す。前日の通り、形成判断に最も重要な要素は、残存戦力、すなわち残っている駒の数である。ついで駒の働き、キングの安全性が判断材料となる。2012年現在、愛好者数は約7億人とされ、世界中で広く親しまれているゲームの一つである。 世界チェス連盟、ファイディのデータベースにおける登録競技者数、つまり、国際レーティングを取得したプレイヤーは2018年現在で36万人で、ある。日本においては2017年12月の時点で、日本チェス協会のレーティングリストに160名が、掲載されている。将棋のトッププロ棋士、ハブヨ晴は、趣味でチェスを行い、ファイディマスターを有する。 日本国内屈指の競合である。ハブは、著書、上達するヒントの中で、私は趣味でチェスをするのですが、日本ではプレイする人が少ないので、母国語、日本語のチェスの本はほとんど出版されていません。ですから、海外で将棋を愛好する人たちが、母国語の将棋の本が、とても少なく、情報が少なくて、物足りない気持ちは十分理解できるつもりです。と記している。 史上最も古いチェスマシーンは1769年にハンガリーの発明家ボルフガング・フォン・ケンペレンによってハプスブルク家当主マリア・テレジアを艦隊するために作られたトルコ人として知られるものである。トルコ人の衣装を身にまとい木製キャビネットに鎮座したこの人形は熟練者級のチェスの腕を披露するだけでなくナイトツアーをこなし、 チェスボード上の文字を指し示すことで観客の質問にも答えたという。トルコ人はまずヨーロッパ、ついでアメリカで工業を行い、多くの人々を驚かせた。トルコ人と対戦した人々の中には、ナポレオン・ボナパルトや、ベンジャミン・フランクリンなど有名人も含まれている。また、人の代わりにチェスをプレイする機械という存在は、エドモンド・カートライトに、 人の代わりに布を織る機械という発想を与えたとも言われる。このトルコ人は世界初のチェスマシーンであるだけでなく、世界初の大型装置を使ったマジック・イリュージョンとしての重要な側面も持つ。つまり、この機械の人工知能はまさに人間であり、人が人形の中に隠れて操作をしていたのであった。主催者は工業に先立って、 キャビネットの扉を順々に開け、中身が機械仕掛けだらけであることを監修に提示するが、巧妙な方法で、実は中に人が入り込んでいる。トルコ人は1854年、引き取られたアメリカの博物館で火事に遭い、消失した。地図の盤面状態の種類は10、ゲーム機の複雑性は10と見積もられている。それに対し、将棋の盤面状態の種類は10。 ゲーム機の複雑性は自で、チスに比較して、将棋の方が複雑であるとみなさる。ゲーム理論では、チスのようなゲームは二人例、和有限確定完全情報ゲームに分類される。理論上は完全な先読みが可能である。この種のゲームでは、双方のプレイヤーが、ルール上可能なあらゆる機の中から最善種を突き詰めた場合、先手必勝、後手必勝。 内し引き分けのいずれかの結果が最初から決まってしまうことがエルンストツルメロによって証明されている。チェスの初期から最終手までにルール上可能な着手は1950年にクロード・シャノンによって10と試算されている。そのすべてを網羅し必勝戦略を導き出すことは未だ実現に至っていないもののコンピュータにチェスをさせるという試みは コンピュータの黎明期から行われており、コンピュータの歴史とコンピュータチェスの歴史は並行して歩んできた。コンピュータチェスの発展と人間対マシンのチェスでの力関係の歴史について解説する。1949年にクロード・シャロンがチェスをするコンピュータのプログラミングというプログラムにチェスの手を計算させる方法に関する論文を発表し、 評価関数や探索ミの作り方について記述し、理論的に考察した。だが実際にプログラムを制作できたわけではなかった。実際にチェスを曲がりなりにも最低限プレイするようなプログラムは1950年代には制作されるようにはなっていた。だが、当初チェスプログラムはとても弱く、人間の頭脳で判断すれば、すぐに愚かなものだと判断がつくような手を連発するものが多く、 人間の中級者、どころか初心者でも簡単に打ち負かすことができるようなマシン、プログラムばかであった。最も強い部類でも、マックハックバイ、マックハックで、せいぜいレーティングは1670と言われる程度に過ぎなかった。当時、果たして将来的にでも人間の一流プレイヤーを破ることができようなプログラムができるのかという点に関して非常に疑問視されていた。 1968年には、インターナショナルマスターのデイビッド・レビは、今後10年以内に自分を破るようなコンピューは、現れないという方にかけるかけを行い、実際1978年に当時最強のチェス4.7と対戦し、それに勝った。ただし、当時レビは遠くない未来に自分を超えるコンピュータが、現れるかもしれい、との感想を漏らした。そして、レビが、エキシビションマッチで、 ディープソートに敗れたのは1989年のことであった。コンピュータと人間の力関係の象徴的なものとして世界中の注目を集め、そして結果として人々に深い印象を残したのは IBM のディープブルーとガルリ・カスパロフの対戦であった。1996年に両者の対戦が行われたところ、6戦の戦績としてカスパロフ、 人間の世界チャンピオンの側の三勝一敗に引き分けで人間側の勝利であった人間の世界チャンピオンの頭脳の方が世界最強のチェスマシンよりも強いことを知り喜んだり心よく思う人ほっとした人も多かったただしコンピュータチェスを推進する人々からは初めて人間の世界チャンピオンから一曲であれ勝利を収めたという点は評価された 1997年、ディープブルーがサイドガルリ・カスパーロフと対戦し、ようやく初めて世界チャンピオンに勝利を収め、コンピュータチェスの歴史に残る大きな節目、あるいは人類の意味の歴史の一コマとして大々的に報道された。勝利した IBM 側は、格好の宣伝材料としてこの出来事を利用し、すぐにディープブルーを解体してしまい、それとの再戦。 リベンジ戦、名誉回復戦はできない状態にしてしまった。その後のコンピュータと人間の対戦の際だったものを挙げると2002年10月に行われたウラジーミル・クラムニクロとコンピュータソフトディープ・フリッツとのマッチでは両者が引き分け2003年1月26日から2月7日までニューヨークで行われたカスパロフとディープ・ジュニアとのマッチも1勝1敗4引き分けで 両者引き分けに終わり、2003年11月11日から11月18日まで行われたカスパロフと X3D フリッツのマッチも1勝1敗に引き分けで両者引き分けに終わったこと、また2006年10月に統一世界チャンピオンとなったラムニクとディープフリッツとの6ゲームマッチが2006年11月25日から12月5日までボンで行われ、 ディープフリッツが2勝4引き分けで、マッチに勝ったことなどが挙げられよう。こうして、今日では、人間のチャンピオン対コンピュータの対戦もよく、行われている。また、蒸気のような特殊なチェス専用マシンでなくても、市販の PC 上で走る安価なチェスプログラムの中でも、乗者が判断しても、十分に強いとされるものが開発され版を重ねており、中級者。 初心者でも購入し自宅などで対戦して楽しんでいる。ファンも多い。西洋の絵画、特に17世紀までのバニタスをはじめとする部位的な生物画には、触覚を示す比喩として、チェスボードやコマが描かれることがある。また、近現代においては、マルセル・デュシャンは、自身もチェスプレイヤーをしていた経歴を持ち、作品にたびたび登場させている。現代音楽では、 ジョン・ケージ、チェスに関しては、リューシャンの弟子でもあるが、チェスボード上を動くコマの音を作品に取り入れた例がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。